チャッキー王子のボンクラ映画レビュー、スティーブン・キングのスリープウォーカーズ、ネタバレあり。はい、ネタバレありなので、これから見る方、見る予定のない方はブラウザワーバックをよろしくお願いします。はい、改めましてチャッキー王子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。えーと、このスリープウォーカーズはですね、スティーブン・キング原作と言いますか、あの、この映画のためだけに書き下ろした脚本をですね、 えっと、ミック・ギャレスという監督、あの、ジョン・カーペンター組ですね。ミック・ギャレスという監督が監督したホラー映画なんですけども、あの、僕は猫好きなので大好きな映画なんですよ。というのも、このある街に、親子が越していくんですね。まあ、青年と中年のお母さんが。実はそれが化け物で、猫にしてはその正体がわかるんですよ。だから片っ端から猫を殺していくんですけども、 最後は、街中の猫が数百匹、総動員して、その猫がやっつけるというね、猫が大活躍する、もう猫ピーって感じのね、最高の映画ですよ。んで、その化け物というのが、まあ、スリープウォーカーズと言われている、あの、妖怪で、え、本当にあの、 擬態とかね、あの、透明化になったりとかして、まあ、親子で、まあ、そうですね、あの、こそこそ生きていくんですけども、人間を食わなければいけない佐賀のため、人間に交われずに、そういう風に猫に見破られてしまうという弱点を持っていますので、まあ、悲しい話でもあります。しかし最後の猫100匹の大行列は最高にかっこいいですよ。 もう機会があったらぜひ見てほしい映画ですね。えー、後味も結構いい感じです。まあ、スティーブン・キングはこの頃ね、あのー、本当に良い,い良作をね、大量に描いてましてね、イットとか、あと、そうですね、ザ・スタンドとかね、ミザリーとか、まあ、乗ってる時期のスティーブン・キングなので、外れはないと思います。星5点、いただきます。